されるもんやし、当てに行ってまうけど、だから測るまでがめっちゃ大事。今度はね、全部にバットが出てくる答えじゃない。スイングが劇的に変わるヘッドランバット大好評発売中です。ぜひヘッドランバットを持ってスイングを劇的に変えましょう。どうも、ジノロマです。今回、見てください、僕よりちっちゃい子が横にいます。今、中学3年生で、まあ、この野球塾に通っていただいている、中村翔太君って、中学3年生です。身長は157cm、はい、157cmは夢と希望を与えるんですよ。僕もね、167cmですね。 167cmでちっちゃいんですけども、夢と希望を与えてきました、小さい時。だから翔太もこれから夢と希望を与える選手になると。はい、まあ、俺いつも言ってるよ、はい、頑張らないと、はい、ということで、ちょっとチーム名だけいい？どこのチーム？兵庫神戸ポニー。ポニー、あんまりね、聞かへん。なんか結構ボーイズとかシニアとか多いけど、ポニー。はい、ポニーって、リカン一緒？一緒です。ボーイズシナルと違う、近いのない？ない。一緒か。はい、兵庫の中やったら、そのチームっていうのは強い。兵庫のチーム数ですかね。ああ、そっか。ポニーってどれぐらいなんだろう？どれぐらいの規模なの？全体でとか分かる？近畿は少ないので、うん、九州とか東京とかは強い。あ、多いんや。結構関西は少ない感じ。はい。そっか。で、また、なんでまたポニースタッフが素晴らしいとか、はい、スタッフが、はい、ちょっと概要欄にね、チーム、はいはい、晴れたら貼ります。はい、そこでまあポニーで翔太がやっているということで、今回、生徒がで言うと少ないんで、今回翔太の悩みを聞きつつそれを改善するような動画を出していこうと思うんで、はい、ちょっと頑張りましょうか。はい、なんかありますか？なんか悩み練習で結構宮本さんとの授業になって、うん、次回来るっていう、うん、ことをやってるんですけど、うん、試合になると気に入ってしまったり、うん、分かるわ、ありますよね。はい、よう言うね、最後まで振り切りたいんやけど振られへん時はね、分かるんですよ。これは経験もあるんで、まあまあ今回それを解決するようなことと、あとやっぱり翔太をバッティング見た時に力強く打つためのなんかパームアップっていうんだけども、まあ、それをこう伝えていきながらね、また改善していきたいなと思うんでやっていきましょう。はい、いいですか？はい、頑張るぞ。はい、頑張るぞ。投げから行きましょう。はい、いいスイングしてる。あれ、いいスイングしてる。そうだね、実は小学校6年生ぐらいからやったかな。はい、ちょっと試合で最後に振り切られへんって言ってて、はい、で、振り切れてる時もあんねんけど、究極言うとやで、最後まで別に振り切らんでもボールって当たったらもうどうしようもできない。だからこの当たるまでがめっちゃ大事なんで、だからこの当たる精度をより高めるっていうのがめっちゃ大事なんで、だからもちろん振り切るっていうのも大事だけども、今日はしっかりとこう当たるまでのアプローチの仕方っていうのを伝えていきます。当たるまですごい何が大事かというと、ここまでブレずにバットが出てくるのが一番理想。こうよくあるのは引っ掛ける時ってあるでしょ。その引っ掛ける時って、まあ、ボールが 前でこうやって打ったりこうやって詰まったりっても、もちろんあるけど、打つ時にできるだけ手首が返らずに当てることができたら、このバットの軌道って変わりにくい。はい、そうすると、まあ、要は当たるまでが大事になってくるから、この当たる時にちゃんとこのねマークが上に向いたまま全部こうやって当たることができたら、すごいチャンスが広がるわけよ。そう、だから今回やってほしいのは後ろの手で、まあね、上向いたままお願いします。こっから打ちに行く。はい、OK さん、これ上向いてるやん。はい、こっから打ちに行く。上向いてますね。これが変えると下向いてるやん。はい、じゃあ当たる前から変えようとしていくから軌道変わっていくの。だからこう当たる時のアプローチが結構変わっちゃうので、なるべくこれが上向いたままいきます。はい、いいですか？さあ、じゃあ実力上げたい。そう、上向いてますわ。そう、上向いてます。これ。いや、なんかね、熱い感じあるやろ。この熱い感じがずっとあるのが、ちゃんとボールまでアプローチちゃんとできてるから、その感覚で4つよ。はい。で、一緒やん。こっから、うーって上向いたまま、こいつが上向いたまま、そう、そこまで。で、最後手が伸びる。ギュッ。
はい、はい、行きましょう。そう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 、いい感じ。そうそう、で次、泳いだり、詰まったりして泳がすようなボール、詰まらすようなボール対応してください。はい、そう、うまい。そう、今ね、これあのスローで見たら分かんないけど、この面が上向いたまま詰まってもこう上向いてね、泳いでも上向いて、だからアプローチの仕方全部一緒なんや。こうやるとリズム残る。はい、めちゃくちゃいい。これはあのあれやで、走る感じがないとこうなっちゃう、だからこれやったから。はい、バスが入りました。はい、こんな感じで最後振り切ってみよう。はい、はい、このまま最後上向いたまま最後振り切る。はい、最後は振り切ります。いきましょう。そう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 、うまい。そう、うまい。ラストいきましょう。いきます。そう、最高。めっちゃうまい。そんな感じで振る。はい、そんな感じで振るとボールまでのアプローチがちゃんとできる。で、もう一個プラスワンとしたら、ちょっとこれ難しいんやけども、捻定っていう技術でトップ作って、こっから振りに行くときに、さっき腰から、いいよ、腰から回っていって、当てに行く。腰から回って、こういう動きをしていくと、強くなる。こんな感じで打つといいんで、プラスでいきましょう、これで。おー、そうそうそう、うまいうまい。おお、小さいけどパンチあるよ。そう、ナイス。そう、ナイス。ラスト。はい。OK です。こんな感じ。それをずっと今手のひらが上向いたらこう当ててるやろ。はい。これやったら なんかこう、あ、手首返さずに手のひらが上向いたままずっと当てればいいんだなっていう意識がめっちゃつくから。はい。振りに行くときに手のひら上向いたまま来なあかんなっていう意識がないから、アプローチがずっとこういろいろバラバラになっちゃう。はい、じゃあ手のひらを見たまま打ちに行くっていうのはやったと思う。はい、OK ですか。はい、そんな感じです。はい、そういうのを練習しておけば、うん、さっき言ったの試合で泳ぐみたいな、その当てに行っちゃうみたいなのもなくなってくるってこと、うん、そう、もしあの当てに行ってまうもんや、うん、絶対に、はいはい、刺されるもんやし当てに行ってまうけど、でもそう当てに行く刺される時でも一緒のこのバットの軌道というか、この面がなるべく上向いたままとこう当たっていけばやっぱチャンスが広がる。うん、なるほど。これ例えば詰まったああいうで面がこう返ってきたらこうコチンって入っちゃうよ。泳いだーでおいーってやるのがバタ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 で、これが面返らずにぐーっと上見たままポーンっていったら拾うことしたりするので、おけさん、はい、あのなるべく振り切った方がいいけども、でもあの振り切られることもあるから、その時にヒットできる技術を身につける。難しかった。やっていったら成長すると思うので、はい、頑張りましょう。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいなというふうに思います。今日は招待に来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導もご登録お待ちしております。また女子硬式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらの方もぜひ応募ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。